愛の告白の仕方ってのもいろいろあるね。まあこの歌みたいに私を月へ連れてって星の間で遊ばせてっていうことは手を握ってっていうことだなんてのはやっぱり歯が浮いちゃうね。なんといっても英語と日本語は違うよね、ニュアンスが。例えば意地の張りっこしようかなんてのもいいよ。あらそれ何？いやお互いに好きになっても口に出さないのさ、先に言った方が負け、どっちが勝っても損はしないからね。